るじゃねえか、さくら。よくやったな、さくら。はい。さくら。やれます。さくら、君はなぜそこまで頑張れる。この程度に済むみんなのため、栄光ある花組の名を汚さないため、そして何より私自身の夢のために。指一本でも動いている限り私は絶対に諦めない。さくら、逃げろ。攻防捨てて逃げるんだ。上海過激団参上。助かった。よかった、さくら。何が助かったよ。やっぱり役に立たない連中ね。やっぱこんな程度か。帝国過激団とっとと解散しちまえよ。だぞこの野郎。解散なんてしません。絶対しません。口だけは達者だが、そんな無様ななりで何ができるんだよ。諦められないって言うんなら諦めさせてやるぜ。ちょっと待って、シャオロン。ああ、サクラ、私はあんたが嫌いじゃない。あんたの平和を愛する気持ち分かるよ。あんたは頑張り屋さんの本当にいいやつ。でも帝国歌劇団なんかにいたらダメになる。上海歌劇団においでよ。上海歌劇団に。そう、上海歌劇団で一緒に帝都の平和守ろう。私の夢は新宮寺さくらさんのいた帝国歌劇団で悪に立ち向かい正義を貫くこと。あの時さくらさんに助けられたあの日から夢を忘れたことは一日だってなかった。その夢があったから私は歩いてこられた。その夢があったからいつだって前を向けた。その夢に支えられて私は今まで生きてきた。だからいけません。そうか、交渉決裂だな。もういいだろユイ、あとは俺がやる。マリシテンはまだ生きていた。機関だってなんとかなったかもしれない。動きさえすれば体当たりで仕留められたかもしれない。いや、もっと時間を稼ぐことだってできたかもしれない。俺はあの時本当に全力を尽くしたのか。今のさくらのように俺は折れない心で立ち向かったのか。そうだ、ずっと胸に引っかかっていた。くそ！あの時もここに来てからも同じだ。
けていた。仕方ないって言葉で全力で頑張ることから逃げていたんだ。そんな中途半端な気持ちでさくらと共に戦っていけるわけがなかったんだ。俺も戦う。俺にも戦わせてくれ。俺の期待なんでだ、なんでないんだよ。神山くん、その言葉を待っていたわ。え、正芸丸来ました。久米さん、きっちり間に合わせましたよ。お疲れ様。さすが B1 メカニックね。よくやってくれたわ。さあ神山くん、あなたの出番よ。お行きなさい。あれは量子戦闘機無限、あなた専用の機体よ。量子戦闘機無限。神山くん、あなたの中に芽生えたその思いを戦いにぶつけなさい。無限はそのための武器、必ずあなたの力になってくれますわ。了解。神山清十郎、量子戦闘機無限で出撃します。夢を見るのはいいけどな。けどその夢は叶わねえぜ。なぜならお前には夢を叶える力がねえからだ。お前の夢、俺が潰してやる。悪く思うな。何者だ。帝国歌劇団花組隊長、神山清十郎、行ってまいる。神山さん、ありがとうございます。さくら、待たせてすまなかった。さくら、俺についてこい。何か言ったかい？いえ、何でも、何でもないです。俺は、君がこんな姿になるまで立ち上がることができなかった。すまなかった。俺は、本当にダメな隊長だ。いいえ、神山さんはダメなんかじゃないです。だって、神山さんは私を助けに来てくれました。ちょっとかっこいいです。さくら、ありがとう。やるじゃねえか、神山清十郎。あ、表の駒か。喧嘩は一旦休憩だ。先にあいつらを片付けるぞ。俺たちは左をやる、右は任せたぜ。わかった。